ウィリアム・ウィル・ラルフ・ライトは、アメリカのゲームクリエイター。シミュレーションゲームのシムシティをはじめとする、シムシリーズの制作者。2009年4月に当時所属していた、エレクトロニック・アーツ社を退社。現在は、同社と共同で設立した、エンターテインメントシンクタンク、Stupid Fun Club代表。1960年、ジョージア州アトランタに生まれ、9歳まで過ごす。父親ビル・ライトは、ジョージア工科大学の卒業生であり、プラスチックパッキング分野の起業家で、1960年代初期に設立した会社を成功させている。母親のビーバリーは、アマチュアミュージシャンで、女優。ライトは、地方のモンテッソーリ教育を受けている。その時期に、クリエイティビティの重要さ、問題解決、セルフモチベーションといったことを楽しんだことが、後のゲームクリエイターとしての人生に影響を与えたことを認めている。ライトは後に自分自身を振り返って自分は変質狂であると語る。子供の頃は模型作りに夢中で船、車、飛行機から様々なものを作っていた。10歳の時にはアセスエンタープライズのデッキの木製スケールモデルを作っていた。ライトは後にこうした少年時代の経験が彼のゲームデザインのビジョンとして形になっていったと語る。ライトは父親と異世界の可能性や NASA、星々といったものについて議論していた。当時の彼の夢は宇宙飛行士になることであり、人口過剰を救うためのスペースコロニー設立だった。父親もライトの夢に好意的だった。また彼はアバロンヒルのボードゲームのファンであった。とりわけ、その傾向性をルールという最低者の形に落とし込んでいるというような部分を楽しんでいた。だが、父親はライトが9歳の時に白血病で亡くなる。それとともに、母親の故郷であるルイジアナ州バトンルージュに移り住む。ライトは地方の米国制公会系の高校に入学し、教師とディベートする機会を楽しんでいた。彼は無神論者の立場をとって、ディベートをしていた。だが、彼は総合的には従来の学校教育制度はモンテッソーリよりも劣っているという印象を持つ。高校卒業して16歳の時にルイジアナ州立大学に入学。その後さらにルイジアナ工科大学へ。当初は建築学科だったが、続いて機械工学科へ。そしてコンピュータとロボット工学へと熱中することになる。彼が興味を持ったものについては極めて優秀だった。建築学、経済学、機械工学、そして軍事史。彼の少年時代のスペースコロニーへの夢はロボット工学へと接合されることとなる。そしてルイジアナ工科大学へ移って2年後にマンハッタンのザ・ニュースクールと席を移す。5年間の大学生活ではコンピュータとロボット工学に熱中し、学位は取得しなかった。また、大学の夏休みで、やがて妻となるジョエル・ジョーンズとも知り合う。彼女は、カリフォルニアのアーティストだった。2003年のインタビューによれば、彼は当時ゲームが彼の時間の大半を吸収していて、それで彼は、ゲーム作りこそが進むべき道なのだ、と決めたという。ブローダーバンド社に、デザイナーとして勤め、1984年、コモドール64向けのヘリコプターゲーム、バンゲリングベイの開発に携わった。これがライトの事実上のデビュー作と言われる。その開発中にゲーム用地形マップの制作に面白さを見出したライトは開発用のマップ生成ツールに改良を加え、シムシティの原型となる都市開発シミュレータを組み上げる。また、都市理論家のクリストファー・アレグザンダーやJ・フォレスターの仕事に影響を受ける。ライトはタイムズのインタビューで、コンピュータは想像力の拡大をしていると信じていると述べ、それをメタブレインの出現であると位置づける。シムシティはパブリッシャーを探すのに苦労をするが、1986年にゲーム産業に関心を寄せていた投資家ジェフ・ブラウンに出会い1987年共同でマクシスを設立。1989年にシムシティを発売した。以前からゴジラの熱烈なファンであり、作中の環境悪化によって街を破壊する怪獣が現れるというギミックに、その片鱗が伺える。続いて、シムアース、シムアントを発売。1995年には、マクシスは年間$3,800万の収益を上げるまでになり、株式を公開した。この頃ライトは90年代初めから温めていたバーチャルドールハウスすなわち現在のシムピープル構想の開発に取り掛かろうとしていたが、同時期にマクシスはエレクトロニックアーツに買収される。元マクシス社員の 40% が解雇され、当初実現は困難を極めた。2000年にザ・シムズが発売され、ベストセラーコンピュータゲームとなる。2001年には国際ゲーム開発者協会によるゲームデベロッパーズチョイスアワーズを受賞。また2002年にはゲーム業界への功労者を対象とした5人目のエアス、殿堂となる。この2つを同時に手に入れた最初の人物となる。タイム、エンターテイメントウィークリー、PC ゲーマー、ゲームスプリなどの各紙からはゲーム、テクノロジー、エンタテインメントにおける最も重要な人物の一人であると評される。2005年3月11日にゲーム開発者会議でスプアの構想を発表。2008年9月に製品が発売された。シムシリーズのシムとはコンピューター世界の中で実在している住人とウィル・ライト自身が説明しており、そのシムたちの世界をあらゆるジャンルから作り上げていく構想が他に例を見ない独創性を持っている。パソコン用ゲームソフト、シムシティ2000の開発からゲームで保存されたセーブデータを他のゲームにも共有できるよう設計され、シムシティ2000で保存された都市のマップデータを同社製、パソコンゲーム、シムコプターの地形データとして利用することで自分の作った都市上空を飛行できるようにした。シムシティ4やシドマイヤーズシムゴルフでもシムピープルのキャラクターデータを街の住人やゴルフプレイヤーとして読み込めるようにしており、シムシリーズ全体が何がしかのデータでつながりを持ち一つの体系をなすよう設計されている。このようにヒット作品の続編を制作することでシリーズ化するという従来の開発スタイルではなく、他のゲームとも一部の情報を共有できるという並列構造を持たせたゲーム開発をする。任天堂版のシムシティシリーズには、市長の助役として、ウィル・ライトをモチーフにした、ドクター・ライトというキャラクターが登場し、プレイヤーにアドバイスを与える。ドクター・ライトは、その後、シリーズとは、無関係な任天堂作品である、ゼルダの伝説夢を見る島や、大乱闘スマッシュブラザーズデラックス、大乱闘スマッシュブラザーズ X にも、脇役として登場し、任天堂キャラクターの一員として扱われている。スマッシュブラザーズシリーズでの担当声優は、里内忍。また、カプコンのロックマンシリーズに出演する同名のキャラクタートーマス・ライトとは無関係である。そのため、開発元がカプコンのゼルダの伝説不思議の好みや、ゼルダの伝説不思議の帽子では、ドクター・ライトがレフト教授として登場する。ありがとうございます。